早めに来たのですが、皆さん早いですね。大方席が埋まってます。さあ、バイキング始めましょう。たこ焼きがうまそうです。寿司にマグロがありませんね。残念です。代わりに、ハマチを食べましょう。たまには、熱燗でもいただきましょう。今日の夕食バイキングが完成しました。鍋に入れるシューマイがありませんでした。どの料理も味がいいです。石狩鍋最高です。お客さんの人数がすごいね。今日は五部制と言ってましたね。ごちそうさまでした。圧迫感ある部屋に帰りましょう。入った瞬間に、凍りつく、あの小窓。覗き窓とでも言うべきなのか。覗き込みたくなります。